カツウラタンタンメンカツウラタンタンメは千葉県カツウラ市の飲食店で供されるタンタンメの名を用いたご当地ラーメンである醤油ベースのスープにラー油が多く使われたラー油系タンタンメカツウラのタンタンメは当地の雨漁師が寒い海仕事の後に冷えた体を温めるメニューとして定着していた基本スタイルは醤油をベースにしたスープに中華麺が入り具材として ラー油や唐辛子で炒めた玉ねぎと豚ひき肉が乗っている。一般的な担々麺に使われるごまや芝寂しよ塩は使用しない。メニューの特徴は通常のごま系と違い、醤油ベースのラー油が多く使われたラー油系、玉ねぎとひき肉、ニンニクをしっかり炒めた具が特徴の担々麺。また勝浦担々麺はワ1、勝浦企業組合が管理する。 地域団体商標である。無断で使用及び商用利用することはできず、商品のパッケージへの使用、販促ポップでの使用、飲食店でのメニュー提供、イベントでのメニュー提供など無断で使用した場合は、商標権の侵害になる。そうした地域ブランドの模倣品による被害から、一般消費者を守ることを目的として設立された地域ブランド管理監視機構が通報窓口を設け、 模倣品被害を発見し、取り締まるための活動を行っている。発祥は1954年創業の千葉県、勝浦市、甲沢とされる。当時、大衆食堂であった同店の店主が、担々麺の存在を知り、再現して、メニュー化しようと取り組んだが、ごまの風味を出す調味料の芝ビ美塩が手に入らなかったことで、試行錯誤した、結果、独自の味が生み出された。 普及の経緯は、寒い海仕事を行った雨、ま、漁師などの漁業関係者が冷えた体を温めるためのメニューとして好んで食され、勝浦市内の飲食店において、急速に広がり定着した。現在勝浦市では、中華料理店のみならず、焼肉店や喫茶店など、様々なジャンルの飲食店30店舗以上で提供されている。ローソンやックスドラッグからも、 期間限定で商品化、発売されたことがあるほか、2012年10月には、エースコックが、カツウラタンタン麺の商品名で、カップラーメンを発売している。派生した展開も行われており、生麺、カツウラタンタン麺は、カツウラタンタン麺チップス、柿の種カツウラタンタン麺風味など関連する商品が常時、期間限定で発売されている。また、これらの熱血、 カツウラタンタン麺ン談監修商品はカツウラお土産市場で購入することができる。2011年にはカツウラ市商工会青年部を中心に市内の店舗などにより熱血。カツウラタンタン麺ン談を結成し、11月12日13日に兵庫県姫路市で開催された B-1 グランプリ全国大会に初出場、63団体中7位で入賞した。 場所柄、近畿生の西日本の団体と、東日本大震災後ということもあり、東北地方の団体の入賞が多い中、関東地方から唯一の入賞となった。2012年10月20日21日に、福岡県北九州市で開催された B-1 グランプリ全国大会でも、同じく関東地方から唯一となる8位入賞を果たした。 2015年10月3日4日に青森県東和田市で開催された B-1 グランプリ全国大会ではゴールドグランプリを獲得した。このほか地方大会でも2011年9月10日11日に埼玉県行田市で開催された関東 B-1 グランプリ院行田で2位となり2012年11月24日25日に山梨県甲府市で開催された 2012関東東海 B-1 グランプリインコーフではゴールドグランプリを獲得した。なお、B-1 グランプリは単なるグルメコンテストではなく、ご当地グルメを使った町おこしイベントなので、カツウラタンタン麺という料理が受賞したわけではなく、カツウラタンタン麺を使って町おこし活動を行っている熱血。カツウラタンタン麺ン戦が受賞したことになる。 ありがとうございます。